最近起業してさ、社長をしてるんだ。俺には才能があったみたいで、もう絶好調よ。やっぱり勉強って大事だよな。中卒の底辺じゃこうはいかないよな。50歳の節目に行われた中学の同窓会で、同級生が自慢しつつ、俺を笑い者にした。海外にも展開していこうと思ってさ、今準備してるところなんだよ。そのために10億の出資もしてもらっててさ、ほら知ってるかな？それって国内屈指の大企業だろ？そんなところから出資してもらえるって、お前の会社本当にすごいんだな。同級生の自慢に周囲も感嘆の声を漏らし、囃し立てる。本当にすごいな。それが本当ならね。そんな中で俺は思わず苦笑してしまった。おいおい、底辺が何笑ってんだよ。気持ち悪い。いや、すごいなって思ってただけだよ。本当に思ってるのかよ。てか、お前に俺の話が理解できるのか？この凄さが中卒低能のお前に理解できるとは思えないんだけど。からかうようにして言って、下品な笑い声を上げる。周囲もクスクスと笑い声を漏らしていたが、気にすることなく、俺は冷静に同級生を見つめた。けど、嘘は良くないよ。自慢したいのはわかるけどね。あ？何が嘘だ？失礼だろ。怒鳴ったかと思うと、次の瞬間、俺にシャンパンをぶっかけた。これで頭が冷えたか？俺に嫉妬したからって、調子乗って変なこと言うのは良くないぞ。空のシャンパングラスを片手に、ケラケラと笑う。ああ、確かに、調子に乗るのは良くないな。その言葉、そっくりそのままお返しするよ。奈落の底へ転がり落ちることになるとは想像もしていないのだろう同級生へ、俺はつぶやいたのだった。俺の名前は渡辺康弘。都心にオフィスを構える企業で働く会社員だ。家族は最愛の妻と大学生の息子、高校生の娘。おかげさまで家族4人、大きなトラブルにも見舞われることもなく暮らしている。今でこそ人並みの生活を送っている俺だが、子供の頃は大変だった。お前、いつも同じ服着てんな。汚いから近づくなよ、貧乏人。同級生でガキ大将だった青木からは、よくそんな風にからかわれていた。それが悔しくて、だけど本当に貧乏だったので言い返すこともできず、歯を食いしばって耐えていたのをよく覚えている。俺の家は、いわゆる貧乏子だくさんというやつだった。俺はそこの長男で、共働きの両親に代わって、弟や妹の面倒を見ていた。中学からは、アルバイトも始めて家計を支えた。朝早くから新聞配達をし、学校が終われば近所の農家で畑仕事を手伝い、家に帰ったら親と一緒に内職をする。とてもじゃないが、勉強する時間はなかった。おかげで、俺の成績はいつも下の下。テストで順位がつけられる中学生活は本当に苦痛だった。貧乏な上に頭も悪いんじゃ救いようがねえな。人生終わってんじゃねえの？青木の嫌味がより強烈なものになっていたのも中学が嫌だった理由の一つだ。青木は中学に上がっても相変わらずの性格だった。それでいて学業の方もかなり優秀で、いつも上位に食い込んでいる。それを鼻にかけて見下してくるものだから、俺は言い返すこともできない。どうあがいても成績で勝つのは無理だったのだ。よく学校に来れるよな。俺だったら恥ずかしくて行けねえわ。ひでえこと言うな。きっとあれだよ。給食食べに来てるんだろう。確かに、家じゃ飯も食えてないだろうからな。
青木は友人たちとつるんで、わざと俺に聞こえるように悪口を言っていた。ひどいこと言うな。気にすんなよ。あは、ありがとう。それでも、こうやって気にかけてくれている友人がいたので、なんとか不登校にならずに済んだ。それに加えて、青木への反発もあったと思う。不登校になったら、青木に負けたことになる。そんな何クソ魂のようなものを持って、中学3年間を過ごした。中学卒業後は、地元の小さな会社に事務員として就職する。本格的に家族を支えることにしたのだ。そんな俺を県内1位の名門高校に進学した青木はもちろん嘲笑した。貧乏人の最終学歴は中卒か。人生終了のお知らせです。卒業式の日、青木から最後にかけられた言葉がこれだった。勝手に人の人生を終わらせるな。いつか見返してやる。中学卒業以来、青木とは会っていないが、この時の気持ちが今につながっているのは間違いない。ある意味、今の生活を手に入れられたのは、青木のおかげと言えるかもしれない。そんなことを苦笑交じりに考えられるほどには、俺にも余裕が生まれていた。え？中学の同窓会をやるのか？その日、十数年ぶりに中学の友人から電話がかかってきて、そんなことを告げられた。そうなんだよ。俺たちも今年で50だろ？節目に集まろうって話になっててな。確かにいいタイミングかもしれないが。だろう？他の連中にも連絡入れてるんだけど、結構みんな集まれそうなんだ。中学時代の思い出を考えると、あまり参加したいとは思えない。それでも俺は、束の間の春巡を挟んで参加を決めた。誰に知られて恥ずかしいような生活は送っていないし、せっかく知らせてくれた友人とも会いたかった。それに、いい機会かもしれない。そんな考えが頭をよぎったのだった。それから1ヶ月後、俺は同窓会に参加するため地元に帰ってきていた。同窓会の会場は地元で一番有名なホテルで、レストランフロアを貸し切って行われる。受付で会費を払って店内に入ると、すでに結構な人数が集まっていた。正直に言って、最初は誰だかわからない顔ばかりであったが、不思議なもので話していると中学時代の面影が重なって思い出せた。おいおい、そこにいるのってもしかして。旧友たちと思い出話に花を咲かせていると、どこか蔑むような小姉で声をかけられた。それを聞いた瞬間、心臓がギュッと縮こまるような苦しさを感じる。それでも無視することはできないので、仕方なく振り返ると、そこにはやはり、あまり再会したくはなかった相手が立っていた。やっぱり、貧乏中卒の康弘くんじゃないか。50歳になった青木は、何も変わっていないようだった。グレーの高級スーツをビシッと着こなし、ブランド物の金の腕時計を身につけ、髪もバッチリセットしたその姿はできる男の風貌であったが、その顔面に浮かんでる憎らしい笑顔は中学の頃と同じだ。開校一番に貧乏中卒なんて悪口が出てきている時点で残念な大人になっていることがわかる。50にもなって、そう思わざるを得ない。まさかお前に会えるとはな。よくもまあ恥ずかしくもなく来れたな。だが、こっちが呆れているとも知らず、青木は楽しそうに笑った。ああ、まあな、せっかくの機会だし、みんなの顔が見たいなって思って。みんなはお前の顔なんて見たくなかったと思うけどな。そう言って、ギャハハと笑い声を上げる。何がそんなに面白かったのか。
俺の隣ではさっきまで楽しく話していた旧友が苦い顔をして青木を見ている。きっと俺も同じ顔をしていることだろう。ああ、そういえばお前って中卒で地元の貧乏企業に就職してたよな。名前はなんだっけ？ああ、俺が就職したのは、まあ名前なんてどうでもいいや。それよりここに来る途中にお前の会社の前を通ったんだけど、さら地になってたぞ。どうしたんだよ。さも驚いたとばかりに言う。ちょっとわざとらしかった。あそこは閉鎖になって取り壊しに。マジかよ。中卒でやっと就職できた会社まで倒産って、お前呪われてんな。会場全体に聞こえるんじゃないかという大きな声で言って、周囲を見渡しながら笑う。あそこが更地になったのはもう何年も前の話だ。地元民ならば誰でも知っている。それをわざわざ大きな声で言うのは、俺を晒し者にして楽しみたいからだろう。相変わらず性格が悪い。倒産とは違うんだけど。ああ、それじゃあ、さぞ苦労してるんだろうな。中卒なんて低学歴じゃ、まともな会社じゃ雇ってくれないだろうからな。かわいそうに。青木は俺の言葉にかぶせて嘆いてみせた。だが、俺を心配していないのは、小姉から明らかである。そういう青木はどうなんだよ。そこで、友人が話をそらすように話を振った。すると、それに青木がにやりと笑う。俺か？俺はもちろん、世に言うエリート人生ってやつだよ。青木は、またも大きな声で話し始める。声を張ったそれは演説をしているようであり、周囲には同級生たちが集まってきた。すげえな。そこって最難関で有名な大学だよな。その会社、よく CM が流れているところよね。大企業じゃない。しかも、そこで部長って、相変わらずすごいわ。同級生たちの間に簡単の声が漏れる。確かに、青木の語る経歴はエリートと呼ぶのにふさわしいものだった。同級生たちの反応に青木は澄ました顔をしてみせる。でもさ、俺にはやっぱ会社という枠は息苦しいわけよ。だから半年くらい前に辞めたんだよね。え、もったいない。それじゃあ今は何してるんだ？起業して社長をしてるんだ。俺にはこっちの方が向いてたみたいで、もう絶好調よ。そして今度は自身の会社がいかに優れているかを語り出した。海外にも展開していこうと思ってさ、今準備してるところなんだよ。そのために10億の出資もしてもらっててさ、ほら知ってるかな。そう言って国内屈指の大企業の名前を出す。すると、それにまた同級生たちが感嘆の声を上げた。そんなところから出資してもらえるって本当にすごい会社なんだな。俺の会社だからそれくらい当然って感じだけどな。まあ中卒が起業しても絶対無理だろうけど。俺を見てにやりと笑う。青木の言葉に周囲もクスクスと笑い声を漏らした。わざわざ自慢話に俺を巻き込むのは、けなして楽しみたいからか。自慢話だけで満足していればいいものを、と思わず苦笑してしまった。何変な笑い方してんだよ。気持ち悪い。俺の反応が思ったものと違ったのか、ちょっと不満そうに絡んでくる。それに、俺は軽い調子で首を横に振った。いや、青木はすごいなって思ってただけだよ。本当に思ってるのかよ。てか、中卒低能のお前に俺の話が理解できるのか？本当に思ってるって、経歴はすごいなって。経歴はの部分を強調して言うと、
青木の表情が露骨に曇った。どういう意味だよ。そのままの意味だよ。だって、起業してからの話って嘘だよね。なんだと？青木が声を張り上げる。それに周囲が息を呑み、近くにいた同級生がまあまあとなだめようとする。しかし、青木は落ち着くことなく俺に噛みついた。どこが嘘だって言うんだよ。何も知らねえくせに適当なことを言うな。確かに全てを知ってるわけじゃないけど、少なくとも10億の出資は嘘だよね。自慢したいのはわかるけど、嘘は良くないよ。俺は冷静にたしなめた。はあ？何が嘘だ？失礼だろ。だが青木はそんな俺に激高すると、同級生が持っていたシャンパングラスをひったくるようにして奪い、中身のシャンパンを勢いよく俺に引っ掛けた。スーツの胸元がびっしょりと濡れ、シャンパンの香りが鼻孔をくすぐる。青木の突然の行動に場の空気が一瞬にして冷めたのが分かった。はん、中卒の貧乏人がエリートの俺に変な言いがかりをつけるからそうなるんだ。嫉妬して黙っていられなかったか？そんな中で、青木だけが鼻息荒く息巻いている。俺はハンカチを取り出し、胸元を拭きながら小さくため息をつく。出資はなしだ。はあ？なんだって？出資はなしだって言ったんだよ。10億の出資はないものだと思ってくれ。おいおい、何言ってんだよ。ついに土地狂ったか？ケラケラと笑う青木に、俺はハンカチをしまう代わりに名刺を取り出して青木に見せた。はあ？なんだよこれ。おい、その会社ってさっき青木が言ってた。ああ、青木の会社に出資したって会社だよ。俺はそこで課長をしている。じろりと睨むように青木を見ると、青木は頬を引きつらせた。なんでお前が地元のちっぽけな会社に入って潰れたんじゃ。だから、潰れたんじゃなくて吸収合併されたんだよ。今の会社にね。俺が就職した地元の会社は、入った当初から経営状態は良くなかった。そして入社3年目の時、青木の言う通り倒産の浮き目にあった。だがその時、地方への事業展開を目指していた今の会社に声をかけられ、買収される形で吸収合併されたのだ。社員たちもそのまま働くことができた。当時、弟や妹が続々と高校へ進学しだした時期で、学費の大部分を俺の稼ぎに頼っていたので、これが本当にありがたかった。救ってくれたことに感謝し、俺は会社のため、家族のためにがむしゃらに働いた。すると、その仕事ぶりが評価され、ある時、本社へと移動することとなった。いわゆる栄転というやつだ。中卒の俺が名門大卒のエリート集団の中でやっていけるのか。その不安はあったが、親兄弟や同僚、そして何より当時結婚したばかりで心の支えだった妻の応援を受けて、挑むような気持ちで本社でも仕事に取り組んだ。その結果が今だ。提携先や出資先となる相手の選定、決定を行う部署で課長職を任されている。青木もうちに出資を求めてきたよね。けど、まだ審査中のはずだ。それを勝手にもう出資してもらったみたいに自慢して、呆れたよ。ああ、いや、それはその、ちょっと熱くなっちまったっていうか。熱くなって嘘言って、人にシャンパンをかけたってわけ？さっきも言ったけど、その出資はなしにさせてもらうから、社長が嘘つきの会社に10億もの大金は出資できない。え？ちょっと待ってくれよ。失礼なことを言ったのは謝る。だから。それも嘘なんじゃないの？
冷たく言い放ち、キビスを返す。シャンパンがシミになったら困るから、今日はこれで失礼するよ。みんなと久しぶりに会えて楽しかったよ。それじゃあ。おい、ちょっと待てって、本当に謝るから。悲痛な青木の叫びを背に、足早に会場を後にする。そして帰宅した俺は、すぐさま会社へ連絡を入れ、今日のことを洗いざらい報告し、出資に値しない考えを告げた。すると、部長も同じ考えだったようで、その日のうちに出資をしない決定が下されることになったのだった。本当に申し訳ありませんでした。翌日、担当から会社の決定が告げられたらしい青木が謝罪にやってきた。応接室にて、俺と担当者の部下、それに部長が加わって対応する。今さら謝られても、この決定は変わらないよ。青木の人間性の問題は学生の頃に始まっている。そして、それが大人になっても改善されていないことが、同窓会の場ではっきりした。そんな相手に謝られても、なかったことになんてできやしないのだ。冷たく言い放つと、机にくっつけるようにして下げていた頭を勢いよく上げて俺を見た。その眼差しは、とても謝罪している人とは思えぬ鋭いものだった。これは公私混同じゃないのか？は？公私混同って。そうだろう。プライベートでの恨みを仕事で晴らそうとしている。そんなことが許されるんですか？青木が俺の隣に座る部長へ顔を向けた。それに部長が渋い顔をしてため息をつく。10億の出資は私の会社を見て判断していただきたい。私が提出した事業計画書を読まれましたか？私の会社に出資することは御社にとっても利益になるはずです。青木は部長を懐柔しようとしているらしく、力強く訴えかけた。これほどの多くの社員を抱えた御社が、たった一人の社員が持ち込んだプライベートな問題のせいで大きな利益を失うことになる。許されることではありません。ご賢明な判断を願いたい。青木の力説に頭が痛くなる。どうしてこうも調子のいいことが言えるのか。同窓会の時もそうだったが、こうやって周りを取り込み生きてきたのだろうと想像できた。確かに、君の言う通りだ。すると、部長が重々しく口を開いた。公私混同は良くない。一社員の感情だけで、これほど大きな契約の有無を決めてはならない。そうでしょう、そうでしょう。さすが部長職に疲れている方は違う。青木が嬉しそうに部長をよいしょする。その合間に一瞬俺のことを見てにやりと笑ったのが分かった。ざまあ見ろ。そんな感情が透けて見えて、俺は小さくため息をつきつつ隣の部長へ視線を向けた。部長も俺を見て小さくうなずく。それに俺もうなずいてみせて、部長とは反対の隣に座る担当者へ目配せで指示を出した。では、青木様、こちらへの回答を願います。これは？担当者が机の上に出した書類の束を見て、青木が眉根を寄せる。青木様が提出された事業計画書の不明点や疑問点をまとめたものです。担当者の言葉に青木の顔が引きつる。こんなものが用意されているとは思ってもいなかったのだろう。俺だって別に感情一つで出資しないと決めたわけではない。青木が提出した計画書にはいくつもの不明瞭な部分が存在しており、また不審な点もあった。そういうことも合わさっての決定だったのだが、それが納得いかないというのならば、こちらも当初の予定通りの追及をするまでだ。一週間以内での回答をよろしくお願いします。一週間で？
それはさすがに私もいろいろと忙しい身でして。10億の出資を受けるより大事なことが？それでは青木様、1週間後お待ちしております。はい。小さく返事をすると、青木は青い顔をして帰っていった。さて、それから1週間後、どうなったかといえば、青木はきちんとやってきた。だが、やってきただけで、回答書は全く回答になっていなかった。よくもまあ、これで来られたものだと呆れてしまったほどである。これは、どのようなお考えがあってのことでしょうか。いえ、その、考えと申しますか。やはり1週間という時間が短く。部長の追求にしどろもどろになりながら言い訳をする。回答を見る限り時間の問題ではないように思えるのだが、部長が渋い顔で隣の俺に目配せをする。それを受けて俺はカバンからファイリングされた書類を取り出してデスクに置いた。それに青木が眉を潜めて視線を落とす。これは？青木とは別の会社が持ち込んだ事業計画書だよ。持ち込んだのは青木の元同僚。青木がぎょっとした顔になる。違う。何が違うのかな？俺はまだ何も言ってないけど。あ、いや、それは。しまったとばかりに視線をそらすが、今さら遅い。わかっているようだね。この事業計画書を見て本当に驚いたよ。青木が提出したものとほとんど同じだ。むしろ、こちらの方がよく練り込まれてしっかりしてる。俺がパクったんじゃないぞ。あいつが俺の事業計画書を盗んだんだ。それじゃあどうして、こちらの質問に回答できなかったのかな。だから1週間じゃ足りなくて。こちらの計画書を提出してくれた彼は回答できたよ。とても明確にね。それに対して青木の回答はどれもはっきりとせずごまかしてる。それは君が人の事業計画書を盗んだんだね。青木は顔面蒼白になってうつむき、何も言わなかった。だが、その無言が盗んだと認めている。確認のため部長へ目を向けると、部長が大きくうなずいた。それにうなずき返し、青木へ視線を戻す。御社への出資はお断りさせていただきます。最終決定を落ち着いた口調ではっきりと告げる。それに青木はすぐに反応を示さなかった。なんでだよ。うつむいたまま固まっていたかと思うと、ぽつりと絞り出すように声を漏らした。突然その声に眉を潜めて見つめていると、青木は勢いよく立ち上がり、俺を睨みつける。なんでお前なんかにそんなこと言われないといけねえんだよ。怒声を響かせる青木を、俺も隣の部長や担当者もあっけに取られて見上げた。なんで？それは俺が担当課長。そんなこと言ってんじゃねえよ。俺はエリートだぞ。それなのに、なんで貧乏で中卒のお前の方がこんないい会社に勤めてのんのんと生活してんだよ。落ち着けよ、青木。うるせえ。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。みんなエリートの俺にひざまずいてりゃいいんだ。何を思い出したのかわからないが、癇癪を起こした子供のようにわめき散らす青木の姿に、俺は心底呆れた。こんなのが自分の同級生かと思うと、恥ずかしいとすら思う。青木、お前、そんなんだから、前職もクビになるんだぞ。なあ。目玉が飛び出しそうなほど両目を見開き、青木が俺を見る。実は、前職を辞めた理由を、
事業計画書を提出してくれた青木の元同僚から聞かされて知っていた。同僚や部下、さらには下請けにまで日常的なパワハラを繰り返し、賄賂まで強要して受け取っていた。それが会社にバレて解雇通告を突きつけられたのだ。わざわざ触れる必要もないと思い、同窓会の時から黙っていたが、さすがの姿に一言苦言を呈したくなった。俺の言葉に耳を傾けるような青木でないことは分かっているが、同級生として彼には自分の思い違いを正してほしいと思ったのだ。青木が狂ったように叫び声を上げる。そしてデスクを乗り越えて俺につかみかかってきた。何やってるんだ、警備を呼べ。俺を押し倒そうとする青木を部長と担当者が二人がかりで引き剥がす。くそ、生意気だぞ。中卒の貧乏人のくせに、底辺の低能のくせに。青木は駆けつけた警備員に羽交い締めにされ、どこかへ連れて行かれたが、最後まで俺に暴言を吐き続けていた。大丈夫か？怪我はないか？はい、大丈夫です。ありがとうございました。いやいや、それにしてもとんでもない男だったね、君の同級生は。本当に全くです。俺は苦笑するしかなかった。その後、青木は警備員が呼んだ警察に連行されていった。俺も事情を聞かれたが、被害届は提出しなかった。さすがに逮捕までされては、あまりに青木が哀れだと思ったのだ。だがこの一年後、自分の考えが甘かったことを知らされた。青木は、うちからの出資が受けられなかったことで、資金を得ようと危ない仕事に手を出し、逮捕されてしまったのだ。このことはニュースにもなり、同級生たちの間でも話題になったようで、俺にも電話がかかってきた。いやー、同窓会であれだけ威張ってたのにな。全部ハリボテだったんだな。本当に同級生として情けないよ。俺たちはああはならないようにしないとな。そうだな。俺もお前を見習って真面目でひたむきに仕事に励むことにするよ。俺は見習われるような人間じゃないけど。思わず苦笑すると電話口の友人は楽しそうに続けた。いやいや、去年の同窓会でお前が帰った後、学年で一番の出世頭だって盛り上がったんだぞ。なんだか恥ずかしいな。はははは。ああ、それでな、また近いうちに同窓会をしようって話になってるんだ。え？またか？この前は青木のことで騒ぎになっちまったし、お前もさっさと帰っちゃったからな。やり直しだよ。そうか。それじゃあ、次は途中で帰らないようにしないとな。笑って参加を約束する。次の同窓会は純粋に楽しめそうで、なんだかワクワクする。それまで友人の言葉通り、真面目でひたむきに励んでいこう。家族のために、会社のために。旧友たちに会えるその日を待ち遠しく思いながら、改めて胸に誓ったのだった。